世界初となるのは、電動車の使われなくなった駆動用バッテリーを独自の技術で蓄電システムとして再利用し、電力系統につなげるというものですバッテリーの性能や劣化度合いが異なっていても、複数を組み合わせて再利用することができますエネルギー事業を手掛けるジェラとトヨタ自動車は、この独自のシステムを 先月、四日市火力発電所に設置し施設内での運転を始めました今後、中部電力パワーグリッドの配電系統に接続し送電することでこれまで以上に電力の安定供給が可能となり問題となっている電力の逼迫を緩和させることにもつながると期待されていますまた、蓄電池として各地域に設置することで 災害発生地域の方々の安全な暮らしですね、これまでいろいろと震災とかいろんな経験の中でご苦労された方もいらっしゃ多くいらっしゃると思いますので、そのような方が何か有事のときに、また安心して電気をすぐに使っていただけるような環境作りにです、ね、今回のこういう電池がお役立てできればなというふうに思います一般家庭への電力供給は、今年度中に行われる予定です。